はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。人民元のテクニカル分析を3分で解説します。10月19日までの週間見通しとなります。まずは結論から。はい、週足ボリンジャーバンド、一目均衡表、上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、買いシグナルが点灯ということで、はい、週足ベース、堅調な推移を予想しております。続きまして、冷やしです。ボリンジャーバンド、下落トレンド進行中、一目均衡表はトレンドは出ておりません。ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、冷やしベースは下目線と考えております。ははいそれではテクニカル分析とサポート オートレジスタンスをご紹介します。はい、まずは週足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す。赤い点線21週移動平均線上昇しております。ローソク足だと言いますと、プラスシグマラインを上抜けトライ中ということで。はい、週足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。週アシストキャスティックス新たな買いシグナルが点灯ということです。 はい、週足1問均衡表です。上からローソク足転換線、基準線、雲の順番、典型的な上昇トレンドのパターンということです。はい、続きまして、冷足のボリンジャーバンド。日足のボリンジャーバンド。トレンドの方向性を示す赤い点線21周、移動平均線、緩やかな下落傾向を示しております。冷足のボリンジャーバンドは緩やかな上、緩やかな下落トレンドが進行中ということです。はい、冷足のストキャスティックス、売りシグナルが点灯しております。 はい、東の一目均衡表です。はい、こちら、ローソク足と雲の位置関係からトレンドレス状態ということです。はい、それでは、10月19日までのサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずは、サポートラインです。 はい、サポートラインは週足ボリンジャーバンド21週移動平均線レベル、こちらが20.09 20. レベル、20.09レベルと考えております、はい。続きましてレジスタンスラインです、直近高値レベル、20.76レベル、20.76レベルと考えております。 はい、10, <laughs> 10月19日までの予想レンジ20.09レベルから20.76レベルということです、はい。ポイント、上昇トレンド進行中底堅い動きかということなんですけども <laughs>、はい、週足ボリンジャーバンド一目均衡、表上昇トレンド進行中、えーと、週足ストキャスティックスは買いシグナルが点灯,で、えー、点灯しておりますので、堅、ま、調、あ、な推移が予想されますが。 冷やしボリンジャーバンド下落トレンド進行中、冷やしのストキャスティックスは売りシグナルが点灯ということです。はいそういうことで10月19日までの人民元の見通しなんですけれども、はい、短期の調整売りには警戒しつつも底堅い動きかなと考えておりますそれでは、えー、と本日は以上となります。